どうもミヤゲームズのミヤです。どうもメッチです。こちらです。ドン。GGG 迷った。何ですか。非常に構築を迷った。なるほど。新ファイターとして。ミンチちゃんか。アジャストミンチが入ってますね。いや、ブレンダーミンチちゃんですね。アジャストミンチじゃないんですか。はい。これ可愛いんですよ。可愛いよね。ギュインギュインって声聞くんですけど。あ、そうなんだ。そう。ギュインギュインってちょっと音出してください。ちょっといいですか、聞いちゃって。はい、すいません、ちょっと聞かせてもらいますね。待ってまいりするよ。ギュインギュイン。可愛い。ギュインギュイン。ギュインギュインってやってる。そう、可愛いんですよ。なるほど。私のジュース飲んでみるって。ええなあってえそう言うのそう言うんですよ。まあ聞いてみてください。はい、まあ、こちらをね使ってやっていこうかなと思います。はい、なるほど。まあ、やっぱりこれはね、うん、強いよと。そうですね。トイには勝てないけど、うん、トイが強すぎるんで。なるほどね。はい、みんちゃんのこのあれだよね、10、12の処理の能力の高さ、まあ、あとはまあ7級とかも、ね、そうそうかそうかそうか、5番とか5に置いて7級でリーダーにもつながるってなんですよ。うん、跳ねたとこだと違った強さ、そう、ね、処理しながら相手のリーダーに攻撃もできたりとか、はいはいはい、でやっぱり前方1圧なのはちょっと弱みでもあるのかなと、うん、そうですね、レンジと一緒に使いづらいっていうのがあるんで、はいはい、まあ、そこ難しいところではありますけど、うん、まあ、こちら使ってやっていきたいと思います。行きましょうか。よろしくお願いします。どうしようしょう。はい、行きましょう。さあ、はい、せい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 やめてください。せいせい、これ相手大番狂わせですね。せいせいせい。ここ今俺のあれだからやめて。認知にしてんだよ。前認知にしてやるよ。さあ行ってめえ、ベンチちゃん。次のラウンド当てじゃない。バーン。やめろ。ミンチちゃんのね、活躍を見たいところですが、うん、ここはミンチちゃんじゃない選択肢になるかなと。そうですね、これはアジャストミンチの方がいいかもしれない、ね、どっちがいいかな。これちょっとアジャストミンチ行かれますね。そうです、ね、あ、行かれないですね。これ行かれないです、これは。これ行かれないです、これは。なるほど。行かす手段がないと。まさか。いやらしい、うん、ちょっとやめた方がいいかな。レンジちゃん可愛いからな。これ残ったら僕はもう、これ残るのは残っていく。まあ、まだかんですね。センス残してほしい。どうだ。なるほど。セーフ。セーフです。だがしかしですよ、うん、だがしかしだがですよ。これまあ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 、はいはい、まあまあでいきましょう。これで、うん、こ、いやそこか。いや、ここ当たったらさです、ね、置けるんですよ。そうですね。それをねやらせてくれないのはなかなか意地悪ですね。さあこれどうしようかな。まあでもやることって言ったら1個しかないんで、はい、これシーバー置いて、うん、まあシーバー置いておきましょう。そうですね。セハーモニーと一緒にシーバーを処理しないと、うん、まあどっちにしても相手ダメージ受けちゃうよっていう状況、はい、まあこのシーバーは割と強いですね。そうですね、はい、ドーンと。そしていい、まだピンチが入れない、はい、これがポイント。これねチュンコスが入ってるんで、はいはい、先制軸の可能性があると。なるほど、防守。これ可能性として、しかももう一個やばいのが来ましたね、うん、これありますよ。これやばいね。ありますよ、これ。これアルマジロシーバーをワンチャンあるな、ジローですよ。残してしまったらもう、しもうたらまずいですよ。まあでも残るか。相手ジエンド。はいはいはい、これちょっと相手かなり厳しそうですね。うん、気が弱めではあったのかなって気はしますが、ここのシーバの強みは、そう、このレンチを置いて、はい、センターにバーナードを置くことで、はいはいはい、ミラクルパワフルな動きができるんです。そうですね、はい。で、レンチを置いておくことによって、うん、相手に先制を出させない、はいはい、これはかなり重要なのかなと思う。なるほど、はい、先生が、こっちに攻撃するとなると、うん、やっぱ、9番とかに行かなきゃいけないんですけど、はい、アジャストレンチは1手じゃ処れないようなファイターなんで、それをね、しっかりと処理するために、ねうん、6番に、まあ、先生があったとしたら、はい、置かせたいかなと。そうすることでライフを大幅に守ることができる。これは強い。これやばいっすね。この動きはやばいっすね、はい、リンクも確認していて。そう、リンクを確認。ソラン400。そしてあの負の連鎖なんですけど、またレンチをしょるか、はい、シーバーをしょるか。そうですね、その2択を迫られていると相手は、うん、これはねモロタで、モロタでって感じですね、はい、ただしかしリンクがないと。はい、ここはシーバーは
まあ、手札見えてるこっちからしたらまあ残していいんですが、はい、それは分かんないですからね。プロテクターを貼りましょう、まずは。って感じですね。そうですね。さあ、プロテクター貼って、あれですね、あの、女子風呂覗くか覗かないか、いやいや、じゃあ今の踏みとどまりはだいぶすごいですよ。いや、踏みとどまんないタイプ。いや、どうだろう。さあ、シーバに当たっていく。シーバに当たっていきますね。まあ、このシーバは、まあ、間違いなく処理されてたシーバなんで、まあそうですね、これ多分先生来るんじゃないかな。ほらほら、はい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 、おう、ライライライ。しかし、レンチは残ってしまうと。レンチはね、残りますね。先生ないんで、うん、ドン。これなんですよね。ですね。結局、この動き、はい。まあ、前にも言っている通り、その GGG の四隅を取っていくオセロと。GGG ちょっと JP 混ざっちゃってる感じ。自分が言ったんだ。まあこれで勝利ですね。はい。ぴったり800あるかな。強いね。はい。700あるのか。700飲んで、確定。まあそうですね。リード入るのか。強いな。いやでも強いんだけど、うん、トビが強すぎるんですよ。はいはいはい。マジで。あのね。なるほどね。あのニロが強いんで、まず、うん、ニロっていうリーダーは僕やっぱおかしいなとは思ってて、うん、そのニロがいるんで、まあまあ、ジジジ、これでね、はい、僕はね、たまに頑張ってます。なるほど、はい、普段はね、ネヌメタル JP 使ってますから。ほうほうほう、はい、見せない。それも TLA が今俺それも紹介したいですねって言おうと思ったんだけど、見せないですよ。それはまあ後日。はい、あのネヌメタル JP は見せないですよ。じゃあ TLA 後に皆さん期待しておいてください。はい、さあ来ました。これあれですよ、多分ですね、マスコットリーダーってことはマスキングですよ。ですね、はい、いやマジでね、マスキングマスコットはおかしいっすから、うん、正直なところ、ね、もう賞味しょうもないですよ。はい、もう一回言いましょうか。賞味しょうもないっす。いや聞こえてますよ。聞こえてます。はい、さあどう取っていくかというところですが、アモニカ砲プラス、うん、ドライヤーなのか、レンチプラスミンチなのかと。そうですね、まあアモニカプラスドライヤーでいきますか。なるほど、アモニカ砲発射準備用意、ドッカーン発動。そうですね、いいな。僕さっきこれ動画撮る前に向こうの席で、はいはい、ハーモニカもう今どうこうみたいなちょっと言ってたじゃないですか。強すぎる。いや今賞味強すぎる。そうなんです。いや、はい、僕がちょっと強がって、はい、あんまりもうそんな今欲しくないみたいな、ちょっと強がってますよ、はい、実は、はいはい、めっちゃ強いですわ。めっちゃ欲しいっすね。マジでってこのゲームを変えたファイターです。そうですね、はい、僕の。ああ、1手目で早速出てきているよ。ラミーラミーって感じですね。これはマジでこいつ本当強いんで、やばいっすよね。やばいっす、やばいっす。ああ、なるほど、ファイターに全部。あ、じゃあドライヤーだけ全部避けろ。ドライヤー全て避けろ。ドライヤー全て避けろ。さあ800どこに入る。オッケー、ドライヤー残る。いや残んないですよ。残んないですけど、残んないか。あのリーダーにあのそんなに入んなかったんで。そうですね、はい、よかったなと思って、うん、ハーモニカがだいぶ吸ってくれたのは。ドライヤー残んねえよ。さあこれどうしようかな。これマスコットね、今ね、うん、あの2000にしてたら、はいはいはい、あいつからマスコット飛んできてたんで、ですね、結構やばかったっすよ。それはマジでやばかった。はい、ここはねオーディオガールですよ、ね、なるほど。やっぱ体力高いの置いとくのって結構重要なのかなと思うんで、はい、オーディオプラス、バーナーで処理をしつつで、はい、しましょうか。まあ、これバーストしましょう。はい、怖いんでね、うんうん、何が起きるかですね。明日が来るかもわからない。僕らはね、常にそういうあそこに立たされてますから、そういうあそこに立たされてます、ね、瀬戸際にね、はい、明日はね我が身です、うん、マスコットリーダーね。次のターン勝利が確定しなきゃいけないですね、うん。まだミロじゃないっていうところで、まあ、そうですけど、あと2ターン回ってくるかどうか結構怪しいラインではあるから、うん、おい、あ、そっか、相手先行なんですね、はい、
これうわマジか。いやここのね、あとはまあまあそっか、一回ここで打つのか、これで2手目に退場させるファイターがいるとほぼ確定でリーダーに800入ってくると。まあそうですね、400-400でないと、まあそうなんですよ。しかもこれちゃんとこのリーダーにアート抜く場所に置いてきていると。やばいってこれ、おかしいって。マスキングマジ欲しいわ。いや、返しこれどうすっかな、これどうしようかな、これジャックを警戒するんだったら、はいはいはい、こう置いといた方がいいんですよ。なるほどね、ああ姫君もあえて処らずに、そう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 、ジャックで姫君消えたらラッキーか、それいきますか。なるほど、でラムちゃんですか。いやラムちゃんわかんない、ラムちゃんはセンターにユラハンを借りて終わり。そうかそうか、はい、ここにアーツ向いてないんで、はいはい、ここにこれで、まあ、次のターン確率に処理できる、はい、センター埋めておく。なるほど、しかも700700並ぶことによって、はい、まあ、マスキング の, あのリーダーに入る確率ってのも少し減ってくるのかな。そうですね、うん、さあこれここが問題です。さあ何を持っているか、ドームで OK、 いいっすね、これはだいぶいいっすよ。あぶねえ、しかもこいつも倒れないと、はい、これ勝ったでしょ。これはだいぶ良かったですね。あぶねえ、うん、でもマスキングいかれてたら、いかれてましたね。マスキングだったらもう、まあでもまあ300受けて1231、まあ、結構体力が残ってるんで、まあそうですね、はい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 、これはモルタでしょうと。いやいいですね、あぶねえ、はい、これがね一応読み、うん、はいですね、はい、一応読みました、はい、ガシガシ、よいしょ、よいしょ、2連勝と。危ない、危ねえ、マスキングのね、まあでもあれ2分1にしといてよかったんですよ。まあですね、はい、確かに、あそこでしっかり倒さないで取っといたから、うん、ああいうふうな動きになったんで。そうですね、危ねえ、いや動きがうまいですね今のは。セーフって感じですね。ラストどうします。いや、いいか、大丈夫ですか、頑張りました。はい、はい、というわけで、今日はね、こちらをやらせていただきました、うん、2連勝見事。いや危ないですね、よかったですね。いかがでしたでしょうか。いや、かなりやっぱり強いんじゃないですか。難しいところであります、うん、ま、前までの佐藤 GGG から、抜けたのが何と変わってミンチが入ってるんですか、うん、あれは。あれはね、秘密です。いや、教えてください、そこは。何ですか、あんまり言いたくないの。いや、見れば分かります。過去の動画見れば分かるでしょ。ランタンです、ランタン、ランタンが抜けたんですね。はいはいはい、で、まあまあ回復はラムちゃんに任せて、はい、なるほど。まあね、難しい、僕ランタン入れたいんですよ、うん、まあそうなるとね、エイミーも入れたいんですよ。エイミー、なるほど。そうすると、ね、やっぱね、バックも入れたいんですよね。もうそうするとデッキ変わりますね。デッキ変わるんですけど、はい、まあそうなんですけど、うん、やっぱりね、じじじね、僕ね、エイミー軸もやっぱ強いと思ってる。はいはい、まあ、迷いましたけどですね、まあ、とりあえずこれを今ちょっと使いましたよ。なるほど、はい、まあ、シーバのそのリンクが若干しにくくなってるっていうところが前と違う点かな。そうですね、シーバにリンクできるのがバーナードとドライヤーぐらいなんで、まあ難しいところでは。なるほど、はい、まあでもそうですね、ミンチのやっぱり処理能力の高さっていうのもあるんで、うん、持ってる方はぜひ。そうですね、はい、参考にしてみてはいかがでしょうか。かわいいんでね、ミンチちゃん、うん、ぜひぜひ使ってみてはいかがでしょうか。そうですね、ジュース飲みましょう一緒に。飲みてーミンチちゃんのジュース飲みてーなー。はい、というわけで、はい、本日も時間も見てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。はいはい、あのね、今日のおまけなんですけど、うん、ね、あんまりコメントはなくて、はいはい、あのね、ちょっと面白いコメントが1個あったんですよ。はいはいはい、何ですか。え、何だと思います。え、俺めちゃくちゃ面白かったんですよ。なんかのモノマネやってとかじゃないですか。違います、違います、違った、はい、俺めちゃくちゃ面白かったんですよ。なんで、あのガチャ動画撮ったじゃないですか。はいはい、あのフェイタンが元服に似てるっていうコメントがあって見た見た見た。俺もめちゃくちゃ面白くて、俺この子ね、もとむくんをフェイタンにしか見えなくなっちゃったんですよ。ちょっとこれフェイタンの顔出してもらう。確かにちょっとね、アッキー出してほしいんだけど、
確かに似てんだよな、このちっちゃい感じとか。そう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 、このあのはーはーってしてる時の、なんですか、なんか言いそうだもん、そうなんですか、いやさ、なんですか、これあのあれだね、自分のパソコンに水こぼした時のフェイタン。やべ、これ防水かなって言った時のフェイタン。おめえじゃん、防水こいつだろ、防水だけねえだろ。あいつ水こぼした時、キーボードから水入って下の巣、あの空気出るとこから水出てましたからね。そうで、パソコン持ち上げたらこうびっちゃびちゃになってたからね。もう、いやー似てるわ、確かに。声が違う、声違うね、うん、声かわいい。ペイちゃんのイメージで聞いたから全然違った。確かにこれザッパーン、もらったーっていうこと。こいつのことじゃあフェイタンってなんですか。これから出てきたときフェイタンでしょ、はい、言うて結構強いからね、これ。そうですね、フェイタンって言います、うん、はい、まあこんな雑談、くだらない話でしたけども、はい、楽しいコメントありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、またお待ちしております、お願いいたします。